ソウル特別七下鉄公社4000系電車はソウル交通公社の通勤軽電車首都圏電鉄4号線で使用される1993年から1994年にかけて導入されたソウル特別七下鉄公社では初となる VVVF インバータ制御とステンレス製の車体を採用したインバータ装置は当初三菱電機製おび GEC アルストム製のものが導入されたが、後日の危機器更新工事により東芝製及びタウンシス製のものも導入されている。401から426編成は直流専用となっており、ソウル交通公社4号線の直流区間のみの運行である。1994年までに製造された編成は方向膜を装備していたが、一部の編成では、 発光ダイオードによる表示器に交換されている。方向膜の装置の技術は日本の小糸工業によるものである。当車両の定期検査は3号線し、車両基地において行われる。2020年より、橋場見接線開業を見越して後編成が追加導入される予定である。ソウル交通公社の編成番号は4桁の 車号の内号車を意味する100の位を除く3桁で表現する。全編成総動車両事業所に配属されている。落成後、以下の改造工事が行われている。高直流型の50番台の一部は6両編成で、落成したが、安山線及び、香川線の重量編成化に伴い1993年から456から468。 編成に中間車を増結し、重量編成化した。電動台車の一部に構造的な欠陥が発見されたことから、2001年に心臓品と交換された。2003年2月に発生した手口下鉄放火事件を受けて2004年から2005年にかけて、全編成を対象に内装の張り替えが実施された。同時に、 火災警報器と非常通報装置が設置された。落成当初の車内自動放送装置が老朽化したことから2008年2月に新品に交換され車内放送の高温質化が図られた。50番台に搭載されている硬直切り替え機は当初運転手が手動で操作していたが2008年から装置が交換され自動で切り替えられるようになった。 ホームドアの設置に伴い、車体側面に設置されていた方向膜は不要となったことから使用が停止され、ソウル交通公社のロゴが貼られている。当初は直流区間専用の例番台のみが対象であったが、直通先の安山線と果て川線においても、ホームドアの設置が完了したことから、高直流型の50番台も、側面方向膜の使用が停止された。 401から415、417から426、451から460、462から464、466から468、470から471編成の先頭車前面の方向幕及びセブンセグメント方式の列車番号表示器は LED による表示器に交換されている。五十番台の一部編成も、 方向膜が LED 化されたが後年、膜式に戻されている。2009年、451から455編成の先頭車を対象に、自転車を搭載するためのスタンドが設置された。2013年に451編成と466編成の VVVF インバータ装置が老朽化したため、451編成は多音シス製。 466編成は、うっすむ3連製の装置に更新した。いずれも、阻止に、イベットを採用した。また、2017年にも一部編成を、危機器更新工事が行われた。2018年より故障も多発しているため、2019年より、全編成を対象に、危機器更新工事を行う予定である。2018年より故障が頻発している416。 465及び468編成が9車となり、中間車の一部型編成の状態不良車両と差し替えられている。また、一部の状態不良車両は廃車されている。ありがとうございます。